よう。まだ朝ごはん食べてないんですよ、リーナ。おはよう。リーバ。おはようございます。自己紹介して。はい、SK48 獣医研究生のりーちゃんこと杉本りーなです。14歳の9月20日生まれの大型乙女座ネズミ年です。あ、中学3年生です。サイリムカラーは赤ピンクシルエルの3色です。ぜひ次やった時はこの3色を振って応援してくださると嬉しいです。フォロー、コメント、そして東海握手会通称都会などに来て応援してくださると嬉しいです。よろしくお願いします。一応ね、1時間前に起きたんですけど、起きたけどさ、起きてベッドを抜け出すまでがちょっと長くてちょっとね、まあいろいろヒロアカとか見ちゃったりして、ちょっとねご飯食べれなかったです。おはよう。仕事中の挨拶だけ。おはようございます。朝配信来れたの初めて。あ、本当、初めてに近いって近いってなんだ、初めてなのかはよくわかんないけど、朝から可愛いです、ありがとうございます。ちょっと、うん、鼻クリップ朝は大事だよね、しないと生きていけない。結婚してかける1、逮捕です。ハマる夜勤オア、お疲れ。今これから仕事です。ハーフハーフかわいい、ありがとう。ハーフハーフだよね、うん、ハーフツインってちょっと混ざっちゃうよ。オンリーワン、今は心置きなくリーナちゃんの配信見れるぜ。おはようございます。いつも心置きなく見てくださいね。衣装完璧ですか。こんなん完璧なわけないじゃないですか。まだ完璧にするには、肌白くします、眉毛薄くします、ここにノーズシャドウ入れます、ハイライト入れます、アイシャドウします、マスカラします、アイライナーします、ここにもなんかシェービングみたいなします、くらい、あ、チークします。まだまだです。あとコンシーラーもしてないし、絶賛仕事中です。お疲れ様です。私はこの後です。もう最近ちょっとね、私は毎日外出てるんですよねちょっとね、夏休みらしいことをしたいんですけど、まあ今はちょっとできないんで我慢ですね。器用に張ってる、こうやってねこっち見ないっていう朝からりーちゃん、そうだよ、今起きた。お尻は分かんないけど今起きた。まあ、りーなも今起きたようなもんですよ。眠いもん。オーディション風、私はいつもこれですよラガーシャツオーバーすぎて可愛い、桜ラブレター思い出す。桜ラブレターってなんだ、大きいよねこれあのお姉ちゃんからもらったやつだからさ、大きいのよ。こういうやつなのかな、普通に体格変わんないんだよね。おはよう。ソフトクリームかき氷今食べたいですね、ありがとうございます。朝から夜勤終わりで今から寝るとこで刺したでしたかな。そうなの、いいのでなくて子守歌的なリーナの配信が。ソフトクリームありがとうございます。朝さ、みんなどの時間が見れるんだろうって思ってたんだけど、ちょっと本当はさ朝6時とかに起きて
そのメール送りたかったのよ。朝何時くらいが見やすいですかみたいな思ってたんだけど、ちょっとヒロアカ見てたら止まんなくなっちゃって送れなかったですごめんなさいね。でも大体なんかみんな9時出勤っぽかったから、なんか、ね、いろいろリラの経験を生かすと、だからまあこの時間がいいかなって思って。おはよううさぎ。おはよう。結婚してかける1、逮捕です。サンリオキャラじゃない、逮捕。ハーフアシブ、アシプ、すごいあれですね、ごじってるハーフアシプ、あ、そうやって呼んでる、もしかして。アシプ可愛すぎてやばいな、ありがとうそういう呼び方してる、かまい的な感じでハーフアシプって呼んでる。杉本凛ちゃんのお姉さんの声出演ありますか？ないです、ちょっと消極的なんでね、ないです、寝てますしソフトクリームじゃない、アイスクリーム、ポッピングシャワーとストロベリーなんとか、ありがとうございます。捕まった定期ね、いつも捕まってる、確信犯ですね、受験生、そう受験生なんですよ、寝不足。いやリーナ昨日ヒロアカを全部ヒロアカなんだけどさ、ヒロアカを夜遅くまで見てて、でグッズも見てて、ちょっと欲しいなって思って、グッズも見てて、そしたらね、いつの間にかね2時とかになって、でまあ7時半とかに起きました。熱そうな音が聞こえてくるね、熱いよ本当に、絶対超セミの鳴き声聞こえるなと思ったら我が家の近くでも鳴いてた。そうめっちゃねセミ鳴くのよセミすんごいね滞在してるんですよ。杉本稲さんのお姉さんの声出演ないです。お姉さんそんな気になりますか、セミの大合唱。そういつもね大合唱してるんです。セミの歌が聞こえてくるよ、セミ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 、ミン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 、ミシミシミシ、なんかさあの人さ、あの人じゃないセミさ、なんかミシって言わん、なんかチリかな、ハオトなんかチリチリって言ってんのよあの人たちは。ダメなんですよね、あのチリチリ音が嫌なんですよ私は。いいわ、朝からキラキラで可愛すぎます、ありがとうございます。仕事中だわん、お仕事お仕事お疲れ様です。なんじゃそりゃ、鼻クリップですよ、あの鼻をちっちゃくするんです、むくみを取るんですよ、ここの鼻は別にどうもしてません。毎日配信楽しみ、毎日配信はしてないから、たまたま毎日になってるってだけですね、やっぱり私は宣伝しないといけないので。今日は休みなんで見れる、いいじゃん。でもどうせ野球ばっか見るんでしょ、この前のさ脳内なんとかみたいなのでさ、えねリーナがさなんか25仕事みたいな感じで書いてたじゃん、ちょっとメール取ってる方は分かるんですけど、みんなは脳内どんな感じみたいなやつでさ、野球100みたいな、野球 100% リーナは 何その 0.1% も入るかけらはないんですか、ルーさんとリーナは。鼻高くしたい、そうですね鼻高くしたいです。おねむしゃんかわいいそうおねむい、おねむなんですよ私眠いんですよ、みんなも眠いでしょ。鼻クリプリーちゃん初めて見た、本当結構やってますよ私、オンリーワン、皆さんオンリーワン。今日もヒロアカの話から始まったえ嫉妬した、嫉妬しました、この前みたいにもしかして嫉妬して浮気される気持ち分かりました。ヒロアカいいですよ、え本当に見てほしい、嫉妬するじゃなくてまず見てほしい、まず見て、そしたらもう良さに気づくから、自分も好きになっちゃえば嫉妬なんてしないし、マジで気づいてください本当に。リーナが逮捕しちゃうぞ、逮捕ね、逮捕しちゃうぞ。結んだ髪型かわいい、結んだ髪型これこれね、
しかもね、なんかねサラサラになったのよね、病院でトリートメントしてもらったら寝起きでも絡まってないみたい、本当にいいです。でも私は学生なんでね、学割使えるんですよね。強いよね、学割本当に強いです。おはよう、触覚の量マジで優勝だな、ほんと構え増やしてもらった。顔周りを隠したいってオーダーしたんですよ、あの前髪どうしますって言われた時に、顔周り隠したいですって言ったら、なんか段も入れてくれて、あロング、これ髪結んでなかったらねちょっと段入ってると思うんだけど、段も入れてくれてたんですよね、さすがって思って。かき氷ね、これなんだっけ、いつも忘れる、ソフトクリーム、なんか新しいあだ名つけちゃおうかな、コーンでいいや、コーンありがとうございます。コーンで覚えよう、ソフトクリームはちょっと覚えれません。昨日劇場行って見れませんでした。そうなんですね、夏休み中に鉄の初出演叶えますように。鉄のよりも私はアンダーに出たいですね、日焼けしすぎんように気をつけりんね、え方言ですか、気をつけりんね、気をつけります。宿題終わりましたか、3教科終わりました、だからあと2教科、でもね早く終わらせたら終わらせたでね怒られるんですよねまあ別にいいですけど、私は別に早く終わらせてそれで終わりじゃなくてちゃんと2回目やるんで、だから別にねいいですよね。すでに起床より4時間経過の超絶朝型人間、本当に、ね、夜型だ、小学校あるな、したいですね。それはダボっとしたシャツだったんですね、かわいっす、多分そうです、ありがとうっす。大岡さんセンターのサワラのロマンチっていう歌を歌ってるメンバーの総称、えそうなんだ、知らなかった。桜ラブレター、ラブレターかわいい、めっちゃ、あだから大岡さんの桜ってこと、それは見ないとダメだね、え、やだマウント取られた、お母さん押したのに触らぬロマンス知らないだとって言われた、うざー、マウント取らないでよ、私の方が後だからね、マウント取らないでください。でも待って、リーナはお母さんと別にゼロ距離で話せるからね、君はちょっと1メートルぐらい距離離れてるけど、リーナは別にゼロ距離で話そうと思えば話せるんで、まあこれが最大のマウントじゃないですか。私の方が近いし、私は写真も無料で撮ってもらえるんですよ。みんなはお金をかけて頑張って大岡さんに会いに行くんですけど、私は勇気を出して会いに行ったら大岡さんと話せるんですよ。日本一かわいい、世界ではなかったか、ありがとうございます。6時だと見れる、6時はちょっとリーナが起きてないな、起きてないっていうか本当の寝起きだから、それもうあのベッドから上がるとこからスタートだから、それ7時に家出て8時15分スタート、マジ早くない、じゃあもうサボリーナしてんじゃん今あでも今日休みなのか早っ、まあアイドルは決まってないんですよ、この日はこれ、この日はこれみたいな感じ、まあ、大体ね前日に明日何時からですみたいなのが届くんですけど、コーンとかき氷ありがとうございます。仕事終わってばかりなのにまた教育聞きに行く、教育聞きに行くってなんだ、みんななんか夜勤なんだね、お疲れ様です。今日はたまたま仕事が休みだったので見れました、平日見れるとしたら6時ぐらい、みんなそんな早いの、 YouTube でちょっと見れるからぜひ見て、シャンが好きそうな歌だと思う、歌いやすそう、本当見たい、桜ラブレターね見ます、受験生頑張れ、頑張ります。え、アシプ呼びしてるのバレてる、最大の理解者すぎて、ハオハオはちょっと何か分かんないけどハオって何、草的なハオ、例えばめっちゃ可愛くて草みたいな、たまに言うやん、リーナは使わないんだけど、その時に
めっちゃ可愛くてハオみたいな感じちょっとね語がわからん、リナとは使ってる言語が違うんだよねやっぱシップ呼びだったか、ゴジじゃなくてかまいいだもんね、かまじいさん語ですね。夏休みの宿題、そうフォローありがとうございます。握手会で捕まえたとなる未来が見え、汗汗まあなりますよね。赤、お姉ちゃんより赤ちゃん気になる。弟ね、赤ちゃんじゃないですもう立派な子供です。普通にかき氷コーンありがとうございます。塗りすぎ、朝から渋い、渋いリーナ、咳塗りすぎ、あ、咳じゃない、セミね、セミね、本当に無理、セミの抜け殻あちこち、本当に嫌だよねあれ。でもさ、ちょっとさ、あのポップコーンのさ、キャラメルとさ色が似てて嫌なんだよね。ポップコーン食べにくくなる。でもなんかちょっと美味しそうに見えちゃうこともあるポップコーンのキャラメル、なんかセミの抜け殻イコールポップコーンのキャラメルみたいな認識になるから、先にえポップコーンセミなの嫌だじゃなくて、えセミポップコーンみたい美味しそうってなっちゃう。まあ、絶対食べないけどね、中身はあれなんで。でもさ、友達がさ、リーナが最近セミめっちゃ多くない、めっちゃ嫌なんだけどって話してたの。そしたらさ、えセミ可愛くないって言って、えセミ可愛い人、可愛いって思う人この世界にいるんだって思って、ええ何やめて、やだ、汗虫来た、やだな、めっちゃちっちゃい虫、あれって小林っていうの、小林の分類がよくわかんない。普通にさ、リングライトにポンって止まってたんだけど、セミの話してたのにさ、もしかしてあれかな、あの虫さ、もしかして自分がセミのちっちゃい版だと勘違いしてんのかな。ワンチャンあるよね。違うよ、やっぱ現実を見せないといけませんよね。あんずちゃん顔が怖い、みんな怖いじゃないそれセミって大きなハエに見えん、大きなハエ、ハエがすでに大きすぎて、でもなんかちょっと別かもしれん。あのね、羽の模様がめちゃくちゃ嫌だ。リーナは、リーナね、目がいいからね、あのハエとかだとさ、毛とかまで見えちゃうのよ。だからそれが余計無理なんです。ハローハロー、あ、昔もいたんだ、鼻クリップしてる先輩セリーナは心置きなくできますね。かき氷ありがとうございます。リーナとルーさんは別のところにある。別のところって何、脳別のとこにもあんの、脳別のところにもあるんだ。9月17日の握手会トーク会追加しました、ご報告ありがとうございます。皆さんもぜひたくさん会いに来てください。シャン見れたから目覚めたよー。リナはセミの声で目覚めました。とても嫌な目覚めですね。ヒロアカには毎日嫉妬させております。え本当、お世話になっております。えなんでヒロアカ、えみんななんで、えヒロアカめっちゃいいんだけど、本当ヒロアカはなんで、えヒロアカに嫉妬するんだみんな、え何あれ、あれですか、くしゃみですか、クシャン、わーって聞こえたよね、びっくりした、びっくりした。え、ヒロアカに嫉妬ってなんかやだ、え、なんでなんで、ヒロアカめっちゃいいじゃん。え、どこが、ヒロアカのどこに嫉妬するんですか、アニメですよ、アニメですよ。で、マジでヒロアカと結婚したいですね、私は今ヒロアカと結婚したいです。なんで、皆さんの結婚しては阻止ですね。ヒロアカと結婚したいです、私は。通り部でもいいですよ。夏休み中ですね、そう。でもほとんど夏休みしてません、私。この時間独占、そう。独占。受験勉強は進んでますか？はい。うん、そうですね。まあ、ズバリ言うと進んでないです。
ですね。うん、はい。まあこの時期忙しいんで、これからこれからです。まあ、頭いい人にはぜひともあの隣で教えてほしいんですけど本当にもうリーナ数学と英語が絶望的すぎて、帰国子女なのに、もうだからさ本当にやばいの。まあ、ぜひ皆さんあの勉強とも空いてます勉強のお隣空いてるんで私、ちょっとぜひあの本当のお隣はちょっと広岡が入ってるんですけど、もう一つのお隣はちょっとあの勉強枠が空いてるのでぜひうん、そうですね、受験勉強はもう本当に何とも言えません。はや、まさかの時間でも、割と私朝はこんな感じですよ。サラサラリーちゃん、サラサラ、おはよう、おはよう。あ、リーナのことを人類初お前あんた呼びするファンの方が来てくれました。マジで覚えましたもう印象強すぎて、ありがとうございます。おはよう。朝まで来てくれるとはもう完全に推しですね。髪がサラサラ、ありがとうございます。そんなサラサラかって感じですけど、僕は今現在宿題を進行中。あ、そうなの？何の宿題ですか？私も宿題進行中ですね。同士ですね。おはようございます、おはようございます。コーンが主役、そうあの上の方じゃなくてコーンが主役です。はじめまして、自己紹介お願いします。多分はじめましてではないんですけど、多分ね何回か来てくださってるんですけど、初心者マークついてないんで自己紹介します。はい、 SK48 自力研究生のりーちゃんこと杉本りーなです。14歳の9月20日生まれの大型乙女座ネズミ年です。中学3年生です。好きな食べ物は唐揚げ、ごま団子、かりんとうまんじゅう。お肉が大好きです。大型、あ、言ったか。野菜リブからは赤、ピンク、白の3色です。ぜひ次会った時はこの3色を振って応援してくださると嬉しいです。フォロー、コメント、そして東海握手会、通所都会は9月とかまで申し込みできるので、ぜひ生リーナはあのマジでいいのでたくさん会いに来てください。拡散もよろしくお願いします。お願いします。やっぱりね、私は SNS 解禁してないんで拡散とかできないんですよ。なかなか毎日さ、研究生のところにリーナのツイートだけ流れるのってめっちゃね、リーナ以外のファンからしたらね、うるさいってなるからさ、私はそんなねできないんですけど、なんで SNS を使える皆さんはぜひ私を宣伝してください。果たして片耳かけだったのが両耳かけに変わるのか。あ、そういうこと。いや多分ね、あの研究生はそもそもそういう耳かけもあんま変えちゃダメなのよ。なんでメリっぽいです。主役のソフトじゃなくコーン、そうコーンです。今何年だったっけ。僕は今高3、僕は、あ、私は中3です今。高3なんだ、知らなかった知らなかった。いいですね。え、高3とかめっちゃ良くない？大学行くんですか？あ、だから勉強に忙しいのか。いやーマジでね、あの高校生の方に本当にリーナは進路を相談したい。本当に最近結構悩んでて、なんかメールでも言ったけどさ、好きなことを仕事にするより得意なことを仕事にした方がいいみたいな、趣味が趣味じゃなくって仕事になっちゃうからみたいな。で、私は結構真剣に悩んでるんですよね結構ね、その高校もどうやって選べばいいか分かんないし、家に近いとこがいいのか、そうだね、制服、まあでもね、私は制服で選ばない、別にダサくてもいいって思っちゃうし、あとそうだな、何があるだろう。まあやっぱり偏差値は大事じゃんね、自分に合わない偏差値選んでもね、ちょっと置いてかれるわけなんで。あと何、やっぱりこの活動を許してくれるかどうかっていうのはマジで大事です。これ本当にそうよね。あといじめとかは絶対やだ。この悩んでるんですよアンダーどのチーム希望。別に希望は特にないです。あー、方言かもしれ、しれえわ本当。え、どこの方言だそれは。How are you this morning? I'm good, thank you. And you?
はよってことは受験生、私受験生です、あなたも受験生ですよね。ハチマキつけたいわ、頑張れ受験生。チーム員も一人枠だとりーちゃん出ないかも。あー一人枠だとね、普通に話し言葉で打ってまうもんで、打ってまうもんであんま気にせんとって了解。7月28日は自由研究の日、懐かしい。小学校の頃自由研究やってた。めっちゃあれめんどくさくない？自由研究ほど嫌なものはないよ本当に。あれにどれだけ時間が取られたかって本当に思うしかも結局さ選ばれないんだよ。あれは本当にね、なんで頑張ってたんだろうって思います。アイスありがとうございます。こんな毎日配信やっても支障は出ないの大丈夫。まあ私は暇な時間を見つけてやってるのでなんとかやりくりしてます。2番、リーナ組には学割みたいなリーナ割はないんやろか。ないですねそんなんないですね。年上の後輩ができた時にちゃんと指導できる？それはもうするしかなくない？できるっていうよりね、するかしないかじゃないですか。私だってゼロ距離で話せるからね、プリマでレスだっていつもいっぱいもらえちゃうんだからねめっちゃマウント大会してるでもゼロ距離じゃなくないですか。大岡さんと、大岡さんのことをタッチできますか？私はできますよ肩にこうやってもできるし、大岡さんからもね、してくださるし、私は本当にもう肌を触れ合えるゼロ距離なんですよ。ああかわちい、ありがとう。どうしよう、配信見てかわいいけど実際会うとあやっぱりなみたいな感じになったら大丈夫、私基本このままなので、なんならちょっとおとなしいかもしれないけど基本このままなんで安心してください。ちょっとねやっぱりね、ちょっと恥ずかしいのよまだ読解とかって、だから今よりちょっとだけ落ち着くかもしれないけど、まあ基本このままだと思ってください。あの美女に関しては多分読解とかの方が断然いいと思うのでそこは安心してください。やっぱり化粧ちゃんとしてない時とさしてる時は全然違うのでそこはご安心ください。劇場版3枚購入してください。リーナが？リーナはちょっと遠慮しときますね、どうせ会えないので。それは机越しなのにゼロ距離というあたりオタクで草オタクだね出勤するんであとはお友達に聞いといてもらいます。頑張って頑張ります、いってらっしゃい。昨日もお友達いましたよねって言ってももういないのよね多分。大岡さんと話すのに勇気が必要なの可愛いな。いや先輩は全員勇気いりますよ。こっちはどう思われてるかも分かんないし。かき氷とコーンありがとうございます。バリバリ仕事中でワイヤレスイヤホン最強バリバリ仕事中なんだ、大丈夫ですか、はかどりますか。ハオイコール好き中国語、あそうなんだ知らなかった、ありがとう。宿題早めに終わらせる派、そうだね。え、セミの抜け殻が美味しそうなの？いや美味しくは絶対ないけど美味しそう、キャラメルっぽいから。私からしたら弟様の年齢は歴とした赤です。字が芽生えた赤リーナも赤だもんね、それは赤だわ。セミに可愛いとかあんだね、びっくりしちゃった。セミの抜け殻とか大好きって言って、大好き大好きの意味を吐き違えてるのかなって疑うぐらいリーナには衝撃的でしたね。セミの抜け殻中国で漢方で使われる、やだ中国の漢方は私飲めませんね。いやいやセミは絶対ダメ、無理、怖い、無理だよね。最近 TikTok でセミフライ作る動画よく流れてくるの、やばそれは無理、やだね。あのブロックしないと、それはあの TikTok だったらさ、この動画は TikTok にふさわしくないみたいなやつを押すべきです。それは流れてほしくないので。転生した？私は転生してないですよ。
朝から仕事で配信見れなくて辛い。バイ、俊平。昨日の友達だ。友達もあれですか？東海とか来てくれるんですか？かき氷ありがとうございます。いや、いつもかき氷こうやってやるけどさ、これあれですよね。海に潜るゴーグルみたいな。ゴーグルありがとうみたいな感じですよね、多分。まあでも、かき氷です。視力いくつ？ A です。コーン、ありがとうございます。お庭。例えば劇場に G いた、そう何回か出てるんですよ。しかも結構デカめのやつ、これぐらいはありますよ。本当にマジでびっくりした。しかも頑丈なやつ、なんかね薄くないそんなに。でもねリーナこの前さ G 退治をして気づいたのよ。G ってもともと薄いわけじゃないの。低い姿勢をいきなり取り出すのよ。取った時にめっちゃ薄くなるのっていうことに気づいて、あれはもともと薄いんじゃなくて自分から自分の良さを分かって薄くしてるんですよ。あれは薄くするといいんだっていうのを。だからもう本当に無理ですね。あら河内ありがとうございます。コーンとコーンとかき氷とかき氷ありがとうございます。夏祭り行きたくなってきた。時間がない公演覚えたの。そうですね。でも立ち位置とかは全然覚えてないのでちょっとやんなきゃダメですね。セミの声で目覚めるなんて夏の最高の目覚めですよ。いや絶対やだよ。やだよ無理。くしゃみね、絶対くしゃみだよねあれ。おはよう。仕事頑張ってきます。夕方配信待ってますね。ごめんなさい、夕方私普通にもう仕事中直なんで、仕事中にねこんな回せないんで、ごめんなさい。それは待たないでください。それはもう今日は普通に無理です。あの私のねダメな時間までたっぷり仕事あるので無理です。それは Do you like curry? Curry and rice? Yes, I am. かき氷ありがとうございます。ヒロアカとの結婚阻止やだ。ヒロアカとの結婚丸、本当にしたい。トリブでもいいけどね。ヒロアカと結婚したいです。私は結構良くない？ヒロアカと結婚って、え、だってさみんなもさ SK と結婚したいでしょ。え、思わん？リナはヒロアカと結婚したいです。コンサート前は忙しい。忙しいです。本当に本当に忙しいです。だってやばいですもん。やばいもん本当に。私の夏休みは全部ないので忙しいですよ。まあそれぐらい頑張ってるんですみんなね。シャンをあんな笑顔にできるのがヒロアカだと思うと負けた気持ちになる。カノハは相手すぎる。でも大丈夫よ。トーク会でさアイリさんの缶バッジ見てリーナがさめっちゃ可愛いって言ったのを本人がえ自分のこと可愛いって言ったって勘違いした時めっちゃ笑ったやん。あの時と同じ笑みでいつもリーナは見てるのでヒロアカをいつも。リーナ保護者です。ヒロアカの保護者いつも。あ可愛い、頑張ったね頑張ったねよしよしって感じです。いつもね私は保護者なんです。ヒロアカ見るとき保護者なの本当に。なんかもう戦ってたら変われまだいける。熱血系ですね。メールに勉強の質問書いたら多分解説いっぱい集まる。でもね解説されても分かんないんですよ私は。やっぱり話し言葉でね教えていただかないと分かんない人なんです。だって解説は分かるの。解説はさ分かる。だって答え見れば書いてあるもん横に解説。だから別に文はあ分かるのよ。分かるけど分かんないの。文は分かるんだけどね。勉強を教えながら一緒に考えさせる系だといい。そうだよね、それは分かります。分かるんですけどね、いないんです相手が。勉強って言ったらワイやろ。え本当にワイだと思う。なんでそんな頭いいんですか、羨ましい。 What do you like? ココイチトッピング。ココイチトッピングのねローマ字は分かんなかったんですね。No, I'm no
ノーノー、知らない、アイムノーノー、本当に知りません。ココイチはあまり行かないので分かりません。ワークルハッピーキョッピー間違いまくってますね。ひろあかと結婚とかダメすぎる。なんで？いいじゃん。なんかさ、今ってさ、なんか推しと結婚できるみたいなさやつがあるじゃん。なんか3次元のキャラクターのアクスタ持って結婚式会場するみたいなのがさ、ちょっとずつできてる時代じゃないですか。なんで私はまあ将来はあのひろあかのグッズたくさんと、あのウェディングドレス、リーナウェディングドレスで開きたいですね。めっちゃ忙しいよね。そんな誰呼ぼうかな、まあ、家族は呼ぶでしょ。みんなも呼んであげよっか。ひろあかのひろあかとの結婚式みんなも呼んであげよっか。何かが飛んでる、そう汗虫飛んでたんです。あ、なんかあれですよ、あの汗かいた時に寄ってくる虫は汗虫って呼んでるんですけど、本当にいいちゃん自己紹介リクエスト多い、不思議。多分みんなこれ見えないんですよ。兄ちゃんのおすすめアイス教えてください。おすすめアイスか、基本的にセブンとかコンビニに売ってるアイスは基本的に好きなんですけど、そうだな、あれですね、ブラックサンダーアイスめっちゃ美味しい、本当にぜひとも食べてほしいです。あ、ちなみにサーティワンだとポッピングシャワー一択です。このモヤモヤした気持ちどこにぶつければいい？リーナにぶつけてください。兄ちゃんが自分のことを僕はって言ったのなんか可愛かった。いや、相手が僕はって言ってたからそれに釣られました。私の一人称はリーナです。高 3? 高 3? 私は高3じゃないですよ、私は中3です。大学には行かん。あ、そうなんだ。なのに勉強するの偉。リーナ大学行かないとか決めたら絶対勉強しないわ。まあでも私の理想のプランは高校行って大学行って就職です。もう就職はしてるようなもんなんですけど、はい、専念って感じです。高校生だったことがあるので相談になります。それそうだよな。でもね、一番相談したいのはね、今の高1、なんかいろいろシステム変わってるんですよ。公立校がなんかマークテストになったりとか、システムがね全然違うんですよね今は。あとなんか受けれるのがなんか公立だと何校とか、なんか2かな3とか、なんかいろいろ決まってたんですよね。忘れちゃった。夏休みいいな。いいもんじゃないですよ、ほとんど夏休みしてないんで私。この活動を許してくれて、かつきちんと勉強できるところが、でもきちんと勉強はしなくていい。勉強嫌いだもん。まあでもそうですね、大学行くんだったらしなきゃダメだよね。進学塾に行く、でも塾なんてね行く暇ないんですよ。高校は先輩に行くのが大事かも。先輩たちが卒業したところなら認めてくれそう。確かに。でも意外とね苦戦してるんですよみんな。まあみんながね、みんなあれですよ、あの行く系の、うん、毎日行く系の高校に通ってるわけじゃないしね。かき氷とコーン、ありがとうございます。オンリーワン、 I'm well, thank you. Getting greedy. あ、ごめんなさい、もう星の線で全部わかりません。一番星ことを最優先だと思う。星は何かわかりませんが、 SK 続けてくれるならそれができる学校がいい。そうだね。まあ、でもやっぱりさ、 SKE でいる時間よりもさ将来の人生の方が長いじゃないですか。がどっちを優先するってなったらどっちを優先するだろうねって話ですね。普通科だと基本的に出席率でも単位に関わるもんで、芸能の活動との両立はだいぶ厳しいものがあると思う。そうだよね。でも基本的に私は中学校でもさ早退するってなっても本当にもうめっちゃギリギリまでいるんですよ。本当にもう走んなきゃ間に合わんぐらいのギリギリまでいるんです。なんで割と出席はできる気がします。自由研究、書道、美術、制作、作品制作は夏休みの宿題のラスボス、本当に最後まで残ってるやつね。
本当にそうだよ。趣味は仕事にしないのが吉よしかな。そうですよね。はい、おりーちゃんおはよう。結婚してかける1逮捕です。あっという間に15分だ。握手会ならタッチできる。肌と肌じゃないじゃん、手袋つけてるじゃん。目が違います違います。現役候補生のフリーターの子いた。え、そうなんだ、いるんだね。おとなしくなるんだよ。ちょっとだけね、ちょっとだけだよ。それでめっちゃおとなしいリーナを想像したらダメですね。猫かぶリーナ、猫かぶってるわけじゃないんだよ、緊張してるだけですよ。 きっちり仕上げてくるから。そうですよ、生リーナは美しいし美味しいに見えちゃったわ。美しいし楽しく喋る。そうだよ、楽しく喋りますよ。楽しいが一番ですよね。ネタも提供するので、皆さんネタに困っててもぜひぜひバンバンと会いに来てくださいね。私は好きなことを仕事にした方がいいと思ってる派だからな。辛いことあっても好きなことだから頑張る。確かにそういうこともあるのか。でも逆に好きなことだからこそ辛くなることもあると思うんだよね、っていうのがね、あれですよね。そこが難しいですよね。ニーナちゃんにコメントするのも勇気があります。あ、大丈夫ですよ、たくさん浮気コメントしてるのでもう改心した方がいいと思います。夢かお金かの選択、それは難しくないだってさ、お金大事じゃない。やっぱりリーナは家族を支えていきたいと思ってるので。そうですね、でも夢も大事じゃん。そこは難しくないですかおはよう。対戦ミレイさんにタメ口じゃないの。タメ口じゃないですよ、やっぱり後輩先輩の関わりなので。そんな生意気な感じではないですよもっといろんなこと調べたりとか追求したくなるじゃん。シンプルに楽しい。趣味が欲しても仕事が楽しければ。まあそうだよね、迷うよね幸せじゃん、は、そういうことね。まあ確かにね、そうだよね。リーナは芸能界以外で行くとしたら多分美容系に行くと思うんですよ。でもあれでもいいと思ったワンちゃんのトリミング、トリマーさんとかもいいなとは思ってる。でもなんかさ、噛みつき犬とかいるじゃん、やっぱり。だからそれはちょっと怖いなとは思う。だよね。でもそれ以外のなんか仕事って何があるのかよく分かんなくてさでもサラリーマンとかは多分私あれなんですよ、パソコンがそんな使えないので多分無理なんですよね。だから不得意じゃんっていうことですね。宿題は前半早めに片付けて中盤はしっかり遊ぶ、終盤はラスボスと戦う。マジ？リナはもう一気に前半にラスボスとも戦って見直しします。遊びの休憩時間に見直し的な。同い年やっと年上の後輩できたら敬語とタメ口とどっちがいいですか？リナはタメ口がいいです。でも絶対できないよね、リナがそうだもん。書道や作品制作とかは早めに片付けると始業式まで持たないかも。始業式まで持たない、あ、そういうこと？書道の紙がぐちゃぐちゃになっちゃうとかそういうこと？あ、大丈夫ですよ、それは私ちゃんと保管するので。字見ただけで厚みわかるのはプロ、プロ分かっちゃうんですよ。その字は盛りすぎでしょ。盛りすぎ、盛りすぎじゃないよ、本当にこれだった、びっくりしたもん。G の個性分析、 G は無個性いらないです、無個性でいいです、無個性で。嫌なものに対して知識熱くなるのちょっと分かるの、受ける、分かるそう、めっちゃ分かるよね。だよね、なんかそう、嫌なものだから対処法とかいろいろ検索するにつれてさ、知識がどんどんね多くなっちゃうのよ、嫌いなのにそうなのよ、好きなことよりもワンチャン知識多いぐらいの気持ちで。セミじゃないけどカラスがいて見てたらお花畑された。そんなことあるんだ、嫌だね。どんな隙間でも侵入、本当に嫌だあれ。
ちゃい猫がいるから G はあまり出ない、あまり出ないっていうかね、多分ねたくさん出てるんだけど猫がちょっと捕まえてるんですよまあシャンが時間ない覚えつつあるならマイベスト生きちゃうやばい。そうでもねなんかねちょっとそうですね時間の関係で出れないかもしれないんだよね。実際言われた人もいまして、Yes I do だね。あ、アムって言ってた。 Yes I do ですよ。 Do で返されたら Do で答える。ヤモリ G やクモ食べてくれる。ヤモリ買おっかなでもさクモもクモでさ食べてくれるじゃんいろいろっていうのはありますよね。いや SK と結婚とか意味がわからんいや別に例えですよ、例えってよ。別に本気で結婚するわけじゃないですよ。俺の推しメンアイコンじゃない人家事できないもんミキさんミキさんそんなできないの。できそうだけどめちゃくちゃ。フォロー来た無理死ぬ。ワイが保護者の目で見てると思われてるのも死ぬ同じですもん、まあ、私もオタクってことですよシャンサイ&コーだな、ありがとう。リークおはよう。なんかリナの あだ名がどんどん増えてきますね。おはよう。そろそろリクエストタイム取りますね、スクリーンショットタイムの。いくらフォローされてもヒロアカ的なんで。ヒロアカにはヒーローとヴィランがいるんですよ、わかります。ヴィランだけにしてください、敵は。私ヒーローがいいんですよ。えじゃヒーローと結婚します私なんでヒロアカはヴィランじゃないですよ、ヒーローです。ヒーロー答え見て覚える派。マジ答え見て覚えるのってそれは入るんですか頭に。それ実際さ、実際テストの時できなくないですか。ってことで宿題大終わり。え、何、リーナの配信に来るのが宿題でした。ヒロアカのグッズは送る予定ですか、ウェディングドレスも送るべきですかそうですね、あのヒロアカの本体と、そうですね、ウェディングドレスと式場ですねフフ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 フ。むしろ親戚よりもみんなのが盛り上がるであろう結婚式そうだね、ヒロアカとの結婚式はね3次元、3次元、2次元か、2次元ね。私はそうですね、転生したら2次元に行きたいですね。かき氷ありがとうございます。2次元だとね自分めっちゃ可愛くなるしわかんない、モブキャラにされてるかもしれない、かもしれないけど。お宅の結婚式と葬式に参加したいアイリーさんと、ヒロアカとの結婚式に呼びたいシャン。アイリーナ癖強くてウケるえ、結婚式と葬式に参加したい。お葬式に参加したいとは思わないけど、確かに結婚式は参加したいかもしれない。まあ一緒に歩んできた仲ですしっていう理由でフォローありがとうございます。おすすめアイス買ってみます、ありがとう。え、でもねどこにも売ってるわけじゃないから、そこは検索した方がいいかもしれません。食べてみてください、感想待ってます。ふけんさんオンリーワン。高校受験大丈夫ですよ。大丈夫リーナ本当受かる受かる。初見さん初見です、こんばんは。嘘、こんにちは。50カウントしたからもう消えるわ、さいなら。ありがとうございます、ツンデレですね。推しにもう消えるわっていう言葉を使うけど50カウントしてくれる、ツンデレですね、ありがとうございます。私にきっとねリーナって呼べないのはツンデレなんでしょうね。お前とかあんたとか呼ばわり。多分私あの小学校の男子以来ですよ、お前って呼ばれるの。まあ高校生の男子なんで別に同じもんだと思いますけど、
ツンデレなんですね。さきぽんさんに続いてゼストに就職、就職。いやアイドル辞めたらさ、ゼストにずっといるのはリナちょっと嫌だかな。辞めたら辞めたでもう全く違うことしたくない。お姉さん お勉強教えてくれますか。お姉さんはちょっと頭がそんな良くないのででも教えてくれるときは教えてくれますよ。分かるやつなら。将来も芸能関係の仕事するつもりなら。いやそんなつもりがね特になくなっちゃったんだよね。今 SK 優先で考えてもいいのではないかと。うーんそうだね。でも SK そうだね微妙なとこだよね。将来ね芸能活動でもさそれさ今後のリーナに関わるっていうかさ今後リーナがどうなっていくかじゃない。今後もっといろんなファンの方がついてくれてでリーナ前の方に行けたら芸能界選ぶと思うよリーナは。でもこのままだとさこの研究生の状態と変わらない状態だったらリーナは多分全然違うとこに行くと思います。これで芸能界続けてても中途半端になるだけじゃん。ここにいるみんなが将来の保証をしてくれるなら SKE だよね。まあそうですよ当然ね保証してくれるならね。でもみんな保証できないじゃん。頑張ってくださいポーズ。何をだ何をか分かんないけど頑張ってください。OK SK メンバーで誰か仕事教えてくれますか。アリーナがまず教えてって言うことがないですね。吉野家で朝ごはん食べてくるね。いいな行ってらっしゃい。チャン美味しいよな。美味しい食べたことあんのいろんな制約があるのでたくさんはいけないです。そうなんだ何の制約だ。好きなこと論争メールに語るわ。あ語って返し上手ありがとう。好きなことを仕事にすると仕事のやりがいは絶対大きいし逆に趣味が 100% 楽しめない時もある。そうなのよそれがねちょっと嫌ですよね。趣味が楽しめないんだったらね趣味が義務になっちゃうと辛いじゃん。どちらかというと専門学校で学んだらいい職種。そうそうだから専門学校行きたいなとは思ってる。トリマは手が荒れる。えマジそうなの。手は綺麗にしたいんだよなそうなんだ。まあでもうんまあいろいろ考えますね。 PC なんてやっていくうちに必要ならちゃんと覚えると思う。あでも PC は別に好きじゃないので好きじゃないことを仕事にはしなくていいかなとは思ってます。勝手に4月から公演の時間制限もなくなるの。なくならないです。私はまだ中学生だしまだ14歳なので高校卒業するのが一番大事だし夢はそれからでも遅くない。でもやっぱりさ大学っていう目標に行きたいじゃんそれはあるのよね。マイベスティは出れるけどアンコール明けとか厳しいものある。そうなの。昨日の公園でカレー作ってる映像流れたけど広かったよ。リーちゃん教えてあげて。ひどかったよ。最悪だな。推しが作るものは全部美味しいんだよ。とりあえず就職してお金夢失う。ああそういうこと。とりあえず就職してお金に命かけて夢を失うってことね。夢か、分かんないね。握手会規定ポーズ。これと握手を掛け合いました。でもリナの握手はこれです。恋人つなぎ。あこれこれやればいいか。この子ちょっと誘拐。OK と OK です。コーンありがとうございます。家事をするリーちゃん。私は家事してますよ。モブキャラはさすがにそうモブキャラになったら嫌だよね。二次元行ったところでそれは嫌だよね。たくさん祝儀包んでね。あ無理かもしれないですねそれは。あ確かにお祝儀を渡さないといけないのか。それはちょっと嫌かもしれない。ヒロアカと結婚式ポーズ。え
なんかあったらよかった、アクスタまだないんですよ私、押し始めたばっかなんで。結婚式ポーズって難くない？あ、これかリーナがプロポーズする側。オッケー、リーナ開けたことないですけど。かき氷ありがとうございます。二次元ってまさに究極に薄くなった G の世界。 G 二次元イコール G、 それはやだな。それはやだな。正直なところ JC から入ると悩む。そうなのよ、やっぱりね、みんなの高校を選ぶ選択肢の中に何個か増えてるから、やっぱりアイドルっていう職業をしてると難しいのよ。職場着いたのでやっと配信聞ける。聞いてなかったのが。鉄道ターテク、鉄道会社取らないとか。あ、そうなんだ。逆に最近モブも返信できてないやだよね。自由人なんでそこは許しますけど。名前でも認めてるもん。4倍速リーチャー発動。え、全然倍速してないですよ。夢は汗の中に。汗の中。祝儀が嫌だからという理由で我々の式に来てくれないじゃん。涙。ちょっとお祝儀はちょっと、そうですね、あれだよね、お祝儀って1人3万ぐらいだよね。3万、あの中学生のリーナに3万を払わせるっていうの、ちょっとそれは厳しいかな。え、事前に3万もらってそれを返す的なのはいいよ別に。コーンかき氷ありがとうございます。とりあえずポーズ取っておいたら、ヒロアカのグッズはみんなが加工していい感じに仕上げてる。本当？ごめんなさい、ちょっとうるさかったので。最近は G は見ないけど、飛ぶ G は頻繁に見かける。飛ぶ G がの方ね、が嫌だね。一番 お母さんが嫌いです。5万でもいいよ、多くなってんじゃん。あ、でももらった分返すだけだから、別に自分が渡す分が増えるだけですね。四季の料理とか引き出し物とか、まあ、それはわかるけどさ、3万か。気づいたらコメント言ってた。追いついたね。スーパー高いタイム、そうスーパー高いタイムでした。あのくしゃみおもろかったな、しみじみ。ねえ、でかかったよね。りーちゃんの結婚式の友人代表は神稲一択。え、本当の、本当のっていうか学校の友人も呼びたいですね。何人かダメかな、代表3人とか。弟くんじゃないです、あのうるさかったです。普通に今のは5万円 OK ポーズかな、違いますね、5万円もらいますポーズです。引き出物なんだこれ。普段使わないので私は。多分ね、 JC でその言葉を使う人は私ぐらいじゃないですか。もうちょいしたら蜂の季節。蜂ね、家に入ってきたら厄介なんですよね。あとたまに蜂のせいで家入れないっていう事態があるんですけど、はい。意味はわかるけど、普通は引き出物。でも引き出し物って言わん、なんか引き出し物ってなんか聞いたことある、勘違いかな。あ、もう34分だ。ということで今日は配信終わります。最後まで見ていただきありがとうございました。またまとめはメールに書いておくので、ぜひまとめが送られたらツイッターとかにね。あ、でもなんかツイッターって名前変わるらしいね、なんか X みたいな。ツイッターに拡散してくださると嬉しいです。そしてトーク会、握手会、ツーショット会、9月の部があるので、9月私の誕生日のお祝いも込めて、お祝儀も込めて。たくさん会いに来てください。ぜひ友人とかも巻き込んでください。
ということで、ちょっとコメント読んだら終わりますね。私はこの後お仕事なので頑張ります。ありがとう、こちらこそ。またね。レッスン、レッスンではないんですよ。コーン、ありがとう。 X に拡散したく。でも X って言いやすいね。言いやすくもないか。 X 拡散しといてください。お誕生日は前払い、前祝いでいいのね。まあ、だって本当日は別に多分会えないと思うので、会える機会として16、17しかないのでね。14歳のリーナと写真撮れる機会本当に最後なんですよ、これ。握手もトークも、次、この次の17日以降の握手会とかで会うリーナは15歳のもしかしたらボブリーナなんですよ。会わなきゃダメじゃないですか。それはロングの14歳リーナに会える機会本当に最後だから、マジで皆さん来てください。一瞬ミッフィーに見えたリーナ、本当ということで、今日はありがとうございました。